そしてブローカーたちを追う刑事としてペドゥナさんと共にブローカーたちとはまた別の目線で本作を見つめていく役どころでしたけれども、イジュンさん演じられていかがでした？네저도고레에다감독님전작들에대한엄청난팬이고그항상지금계신선배님들과지은씨를비롯해서배두나선배님까지제가항상평소에궁금해했던배우들이었고감독님이었기때문에현장에서많이배우고많은것들을느끼자라는마음으로임했던것같고요끝나고이렇게프로모션을하면서도되게좋은기억들과경험들만쌓이고있는것같아서저한테는되게오랫동안잊지못할기억으로남을작품일것같아요そうですね私も是枝監督の前作の大ファンですそこで、まあ、先輩の皆さん、それから、まあ、ペドゥナさん、それからイ・ジュンさんなどと一緒に、仕事をすることができたんですけれども、普段も気になる俳優監督と一緒に仕事をすることになったので、現場で、たくさんのことを学んで、感じる姿勢で臨みたいというふうに思いました。撮影が終わってで今回プロモーションの時も本当に素晴らしい思い出そして経験が積まれているような気がいたします。なので私にとっては長く忘れられない思い出になる作品だと思います。はい、ありがとうございます。本当に様々なキャストからのお仕事をしたかったという声もありましたが、監督こういった皆さんオファーされた理由や撮影の中ですごいと思ったエピソードなどはありますか？そうですね、まあ、ソン・ガンホさん、カン・ドウォンさん、ペドゥナさんはね、この作品を一緒にやる前から、まあ、映画祭でご一緒したり、日本に来日した時にね、僕がこう花束を渡す役をさせていただいたりという関係がもともとあって、で、まあ、ペドゥナさんは前に一度映画を撮ってますし、まあ、なのでその3人に関してはもう最初から当て書きをしたんですけども、イジュンさんとイジュンさんは本当にコロナ禍でですね、僕が家で、韓国ドラマにはまりましてそこでこう見て本当に印象に残った、だいぶうわっと思った2人にお声掛けをしたという、もう IU さんのね昔からのファンの方には申し訳ないにわかファンなんですけども、韓国に渡って、まあ、オファーをして、でも本当に夢が叶っても、本当にありがとうございますっていう感じなんですけど一番僕が幸せだった現場ですね。だからね、本当に理想的な思い描いた通りのキャスティングが実現してしまいました。すいませんでした。本当にありがとうございました。お二人、イ・ジュンさんとイ・ジュンさんはそのお話聞いてどうですか？それぞれ監督がファンだったっていう話ですけど、まずアユさんどうですか？사실감독님께서제음악이나작품을보시기전에우연히한국에서식당에서마주친적이있었는데그때저는감독님의너무팬이었을당시고감독님께서는저를아직모르셨을때여서너무인사드리고싶은데그냥이렇게지나쳤던때가있었어요。근데이렇게 1, 2년이지나서감독님의영화에제가참여하고감독님께서제작품과음악을아신다고하는이상황이너무몰래카메라같고신기하고네좋습니다。監督さんは私の音楽ですとか作品をご覧になったというふうにおっしゃっていただいたんですけれども、でその作品をまだご覧いただく前、私を知る前に、でも偶然私食堂、韓国の食堂で監督さんを見かけたことがあるんですね。でその時私は監督のファンでして、でも監督さんはまだ私のことを知らないという状況だったので、こう挨拶したいなと思ったんですけれども、することもできずそのまま通り過ぎました。ですけれども、それから1年経った後に監督の映画に参加することができ、また監督は私の作品ですとか音楽を知っているということで、なんかすごく不思議な気分がしますし、とても気分がいいです。監督一度スルーしてたんですか？そうなんだよねそう
してイ・ジュヨンさん、まあ、イテオンクラスでの演技も本当に素晴らしかったですけれども、実際にあのお仕事されての監督の印象はどうでした？저는대학교때제가아직영화학도일때감독님의작품들을뭐부산국제영화제나아니면한국에있는시네큐브같은극장에서감독님께서 GV 를하실때그것을보러가곤했던그냥일개학생이었는데요이렇게몇년이흐르고진씨말씀하셨듯이감독님이제작품을보셨다는거그리고저라는배우를알고계신다는것자체가저한테너무신기한경험이었고그래서그자체만으로도되게행복감을느끼면서작품에임했었던것같아요そうですね。私は大学生の時に、つまりまだ映画について学んでいた学生の頃に、是枝監督の作品を、プサン国際映画祭ですとか、韓国のシネキューブという映画館で、GV を見に行くような、一人の普通の学生でした。そして数年経って、監督がですね、私の作品を、まあ、見たことがあるというふうにおっしゃって、くださって、そして私という俳優を女優を知っていること自体、私は本当に私にとっては不思議な経験です。それだけでも幸せな気持ちになりますし、そのような気持ちで、作品に臨むことができました。